ただ、手用はね、えっと、ただ、ちょっと話本当に言ったり来たりするけど、みんなの手を引っ張って、はあ、みんなで仲良くしましょう、みんなでもう前に進みましょうなんてことをやったって、国は動きませんね、絶対ね。それは皆さんもビジネスの現場だから、それはもう絵空ごとというか完全に勘違いですね、ありえません。みんなで手を取り合ってとかはありえません。じゃあどうすればいいのか。こういう言葉。まあ本当これがたった一言で表しますね、リーダーシップとしてのあり方。 僕はこれをすごい意識してます。意識っていうか、もう無意識の意識で意識してるんですけど、リーダーは、手は、理解されようとするな。部下、マーケットに、理解されようとするな。だけど、理解しなさい。っていうことを言ってます。だって、マーケット、民、国民だったり、マーケットだったり、部下に、 見えてない世界が見えてるからっていうようなんですよね。みんなをリードするんです。導いていくんです。だから、彼らにそれが理解してもらおうなんて思ったって、理解できるわけないです。見えてるビジョンが違うから。絶対に分からない。理解してもらう。その代わり、まあ言ったって分かんないよね。だから彼らを無視してやるんだって言ったら、これ裸の王様になって、全く誰もついてこなくなる。じゃあどうすればいいか。 理解できないことを理解した上で関わる。だって彼らがいないとそれすらもできないからね。私たちがどんな素晴らしいビジョンを描いても彼らがいないとそんなことできない。だからトップとして理解されようとしてはいけません。わからない。だからこの商品サービスの素晴らしさをお客さんに理解されようとしてはいけません。これはこびへつらってるだけなの。だから 誰よりも彼らの気持ちに寄り添って、部下やお客さんの感情に寄り添って、彼らを彼以上に、以上に理解するんです。そうすることで、初めて信頼、この人の言うことを聞いてみようという気持ちになり、だから私たちが本当に本当に、なんていうのかな、難しい決断をした時って、論理じゃないでしょう。人生を振り返ってみて。 本当に本当に人生を振り返ってみて難しい決断したときは論理じゃないはずです。例えば転職をしたことがあったら転職した理由って聞いたら8割ぐらいがこの人と一緒に働きたかったとか言いますよ。で、論理的な転職は大体失敗しますね。あの、楽しようとしていっただけなのでね、基本的にはね、えー。過酷な環境に飛び込もうとしていったわけではなく、今より良くなろうとして、ただ自分の都合でいっただけだから失敗するのかもしれません。わかんないです。もちろんそれ全然わかんないです。 えー、なので、理解されようとするんではなくう、理解されなくてもいいし、理解すればいいだけの話。彼のことを理解する。で、これが、秒単位、ミリ単位で理解するという行為ができれば、人の信頼が得られるっていうことなんです。もうここが原点です。だって、もう自分以上に自分のことを理解されてるって分かった瞬間、もうグリップ、人心掌握しますよね。 この人なしでは生きられないっていうのがあるかもしれません。